よいしょ、よいしょ、イエイ。お料理クマチャンネル始まるよ。こんにちは、お料理クマチャンネルです。今日はこちらのリクエストから、サバの味噌煮を作ります。リクエストありがとうございました。それでは早速いってみましょう。材料はこちら。まず生姜2分の1かけを1ミリ幅にスライス。長ネギ8センチは細く千切りにして白髪ネギにし、水にさらしておきます。次にサバ2分の1尾の小骨をピンセットなどで取り除き、半分にカット。十字に切り込みを入れます。ボウルに移して熱湯をかけます。こうすることによってサバの臭みを消します。ペーパーで水気をよく拭き取りましょう。フライパンやお鍋に水 150cc、 みりん大さじ3、酒大さじ3、醤油大さじ1、味噌大さじ 1.5、 砂糖大さじ1を入れてよく混ぜ、中火で煮立たせます。煮立ったらサバを入れて、煮汁をサバに回しかけ、生姜を加えます。アクが出てきたらこまめに取り除きましょう。落とし蓋と蓋をして弱火で5分煮ます。5分。5分経ったら蓋を取り、落とし蓋だけにしてさらに弱火で5分煮ます。じゃーん。お皿にサバと白髪ネギを上に飾って完成です。やったね。しっかり味が染み込んでいて美味しいです。煮詰めすぎるとしょっぱくなるので注意してください。ご視聴いただきありがとうございました。今日の関連動画はカレーの煮付けとぶり大根を載せておきます。こちらもぜひチェックしてみてください。お料理クマチャンネルを気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。